ロバート・サウジーは、イギリスの、ロマン派詩人。いわゆる、古水詩人の一人、警官詩人でもあった。同時代人で友人でもあるウィリアム・ワーズ・ワース、サミュエル・テイラー・コールリッジのせいでその名声は、薄れてしまいがちだが、サウジーは、たくさんの書簡を書き、文学史や歴史家、電気作家であった。サウジーが書いた電気には、ジョン・バニアン、ジョン・ウェスレー、ウィリアム・クーパー、 オリバー・クロムウェル、ホレーショ・ネルソンのものがある。ホレーショ・ネルソンの伝記は1813年に出版されて以降、滅多に絶版になったことがなく、1926年のイギリス映画、ネルソンの原作にもなった。さらにサウジーはポルトガル語、スペイン語学者として知られ、多くの作品を英訳し、ブラジル誌、半島戦争誌を書いた。 サウジーの文学史への最大の貢献は、おそらく、児童文学の不滅の古典、三匹の熊であろう。ロバート・サウジーは、イングランドのブリストル、ワイン・ストリートに生まれた。父親は、トーマス・サウジー。母親は、マーガレット・ヒル。ロンドンのウェストミンスター・スクールで学ぶが、鞭打ちを非難する、ザ・フラジラントという記事を雑誌に書いたため、退学させられた。それから、 オックスフォード大学ベリオールカレッジに進んだ。在学中のことについて、サウジーは後に、私がそこで学んだことといえば、泳ぎをちょっと、あとボート漕ぎもちょっとと後になって語っている。コールリッジをパートナーに試作をした後、1794年に、サウジーは最初の詩集を出版した。同じ年、サウジーは、コールリッジら数人とアメリカで、 偽装主義的なコミューンを作ることを話し合った。人々の望みは素朴で無理のないものだろう。贅沢の虜になった人たちが苦しんでするような、労役ではない。財産は共有されていて、おののが、全員のために働く。小さな家の中には、最良の本が場所を占めているだろう。気持ちを引き立たせる生活と自然の流れに浸されて、文学と科学は生き返り、 浄化されざるを得ないだろう若い男性は優しく愛らしい女性をめとろうとするに違いない二人の正常な食べ物を用意するのは女性の方で二人はたくましく美しい人生に至るこのコミュニューン計画は後にウェールズに場所を移して再度持ち上がるがサウジーはうまくいきそうにないとしてこの考えを否定するグループのトップであった 1795年11月14日、サウジーは、ブリストルのセントメアリーレッドクリフ協会で、エディス・フリッカーと結婚した。エディスは、コールリッジの妻サラ・フリッカーの姉妹だった。サウジーは、コスイ地方のケズイックのグレタホールに今日構え、細々とした収入で暮らした。1808年、サウジーは、ウェルター・サベジ・ランドールと地域を得た。ランドールは、 以前から著書の中でサウジーを称賛していた。二人はお互いの作品を称賛し合い、大の親友になった。1809年からサウジーはクォータリーレビューしに寄港をはじめ、1813年にはかなり名を知られるようになり、サー・ウォルター・スコットが辞退した警官詩人のポストを得た。1805年のトラファルガー海戦後にネルソンブームが起こり、 相次ぎ出版された、ネルソン関連本の書評をサウジーが、クォータリーレビューに書いたところ、同志の出版社から100ギニーの原稿料で、ネルソン伝の執筆を進められた。海軍にいた弟の協力を得て1813年に、刊行された、ネルソン帝特伝は、著者生前に6版を重ねたほか、その後に公表された資料をもとに1830年に、 改訂版を出版した。現在、英国では、ネルソンの伝記といえば、サウジーの作品と言われるほどの古典扱いになっている。1819年、友人のジョン・リックマンを通じて、サウジーは土木技師のトーマス・テルフォードと知り合い、二人は親友となった。その年の8月中旬から10月1日まで、スコットランドのハイランドの広範囲にわ渡るいる フォードの土木計画旅行に、サウジーは同行し、そこで見聞きしたことを日記にしたため続けた。それは、サウジーの死後、1929年に、ジャーナル・オブ・エイツ・アーアイン、スコットランド・イン1819として出版された。さらにサウジーは、オランダの詩人、ウィレム・ビルデルデークの友人で、1824年と1826年に二度、 ライデンにあるビル・デルデークの家を訪問した。1838年に妻エディスが亡くなり、サウジーは詩人のキャロライン・アン・ボールズと再婚した。サウジーの心は1839年に友人ランドールに宛てた最後の手紙を書いた時、不安定になっていたが、サウジーは他の言葉は言えなくなっても、ランドールの名前は言い続けた。サウジーの死の多くは、 今でも、イギリスの学童たちに愛読され、有名なものには、ザインチケーブロック、ブレンハイムの戦いを扱った、おそらく最初期の反戦士、アフター・ブレニム、カタラクト・ブラドールなどがある。サウジーは、もともとアラディカルなフランス革命支持者だったが、仲間のロマン派詩人、ワーズ・ワースやコールリッジに従って、保守主義に転向した。警官詩人として、 トーリー島の権力機構に受け入れられて、1807年からは、毎年宝給も受領し、サウジーは、積極的に、抑圧的なリバプール政権を支持した。サウジーは、議会改革に対して、ことを唱え、革命的な、ボートとみなされた人々を、政府の警官隊が死傷させたことで、ピータールーの虐殺を非難し、カトリック解放に反対した。 1817年にサウジーは、名誉毀損や、治安妨害の罪を犯した人間を流刑にすることを、提案した。サウジーが、念頭に置いていた人物は、トーマス・ジョナサン・ウーラーや、ウィリアム・ホーンで、サウザーは彼らの基礎を主張した。サウジーは、クオータリーレビュー誌に、そうした作家は、不死が平穏に暮らしていたところに、そのような社会制度を持ってきて、 製造業者の乱暴な気質を先導し、農民の静かな忠誠をかき乱した、罪で有罪だ、と書いた、は、アメリカ合衆国に移住した。ラディカリズムから転向し、かつての同志を起訴しようとしたことで、同時代のラディカリストたちがサウジーを攻撃したことは、驚くには当たらない。彼らは、サウジーのことを、金と社会的地位のために身を売ったと見ていた。 The Spirit of the Age で、ウィリアム・ハズリットはこう書いている。彼は若い恋人のように自由に求婚したが、それはおそらく花嫁よりも愛人としてだった。彼は、年上の、そう評判の良くない宿女と結婚した、合法という名前の。サウジーは、国王に対するごますりの昇華と見られるもののために、あざけられることも多かった。有名なものでは、 ジョージ・ゴードン・バイロン、ドン・ジュアンの中のサウジーへの皮肉のこもった、長い検定の字である。ロバート・サウジー、アフター・ブレニム・ ATBARTLEBY.com1786 年から1853年。19世紀イギリスのラディカリズム運動の積極派で、雑誌、ザ・ブラック・ドワーフを発行した。詳細は、EN、トーマス・ジョナサン・ウーラーを参照。 1780年から1842年、イギリスの作家、風刺家、書籍販売人。詳細は E.N. ウィリアム・ホネを参照。ありがとうございます。